おはようございます。釣り子 TV です。いよいよ6月1日に発売開始ということで、早速ね、これ入手してきました。ラインスラックとダンシェディーズのコラボサングラスですね。偏光グラス。ね、これがですね、デイタイムスペシャルって言ってですね、まあ日中の時間帯なんかに非常に使いやすいよっていうチューニングが施されたね、そういった偏光グラスなんですよね。じゃあ早速開けていきたいと思います。まずね、こういう感じで、便利なケースがついてくるんですね。ここにはこんな感じになっていて、まあちょっとしたところにね、ぶら下げてね、置けるっていう仕様で、でなんていうんですかね、こうレンズに傷がつかないような柔らかい素材のでいて、コンパクトなこんな感じのケースに入っていて、早速開封。ああ、はい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 、こんな感じですね。って分かりますでしょうか。サングラスなんですけども、これね、ダンシェディーズね、ほんとね、これの前の、プライムタイムスペシャルからね、使っているんですけど、めっちゃ軽いんですよね。もうこれは釣り具屋さんとかで結構ダンシェディーズコーナーとかがあったりして、そういうとこで振ってね、持っていただければね、わかると思うんですけども、なんだろう、めちゃくちゃ軽いね。でこういうね、ちょっとおしゃれなケースに入っていてっていうこと で裏を見ていくと、まあ、偏光レンズですよとか、専用ケース付きですよとか、度付き対応なんてのも書いてありますね。であと、UV400 っていうふうに書いてあって、でクリアな視界、偏光レンズモデルっていうことですね。でダンシェディーズで作ってるよっていうような、こういったものがついて、あ、これ分かりやすいですね。この偏光グラス、偏光グラスってね、何なんだろうっていうとですね、このレンズに偏光フィルムというですね、こう水の中を見やすくなるようなね、簡単に言うと、まあ光のある程度のなんだろうところをカットしてね、水中が見やすくなるような、そういった偏光フィルムをレンズで挟み込むことによって反射光を覗いたクリアな推定を見ることができるっていうね、こういう感じの説明でいいですかね。でレンズの方で紫外線から目を守ってくれたり、まあ、自然光だけを通しますよみたいなね、風に書いてありますね。まあ、こういうシステムがこのレンズのところに採用されているっていうことで、で今回これトップウォーター専用っていうことでね、ラインスラックの小倉さんに聞いてきたんですけども、なんぞやっていうとですね、まあそのトップウォーターが有効な時間帯に目を紫外線から守って、なおかつね、水中のちょっとしたストラクチャーとかも見ることができるっていうね、トップウォーターの水面の釣りなんで水中ってあんまり関係ないじゃないかなんて自分なんかだと最初ね、頭でっかちにね、思いがちなんですけども、トップウォーターのね、職人に聞いたところ、まあそのちょっとした水中のね、水面までできていないような水中のちょっとした変化、そういったのにブラックバスとかよくつくから、そういうのをこういう、まあ、トップウォーターであっても偏光グラスで探して、それで、そういうところをトップウォータープラッガーの人のそのルアーの動かし方とかね、入れ方とか着水音とか、まあ、いろんな要素も相まってだと思うんですけども、とにかくそのちょっとした水中変化を見つけてそこに打ち込んでいこうっていうね、トップウォーター専用偏光サングラスでございます。デイタイムスペシャル、はい、そんな感じの説明でどうでしょうか。じゃあね、まあ、ちょっとこういう、まあまあ、こういう部品は取って、はい、かけれる状態にね、ちょっと調整をして、でこれをちょっとここに置かせていただいて、今日ね、カメラケースの中にダダーン、これがね、前作のね、去年発売されてもう1週間ぐらいでね、すぐ完売になっちゃったんですけども、ダンシェイディーズと、ラインスラックがコラボした、第1弾のね、プライムタイムスペシャルっていうね、こういうサングラスですね。
ね。せっかくまあこれ今でもねすごい愛用してるんで出してみると、並べてみると分かりやすいかな。もうこれがねプライムタイムスペシャルで、これが、デイタイムスペシャルっていうことで、だいぶね色が変わってるなっていうのがお分かりいただけますでしょうか。結構ね朝夕まずめとかね釣りをするときにこのプライムタイムスペシャルっていうのがねほんとクリアにね、見えて、そんでもって目が疲れなくて、ちょっと薄暗い時でもまあそれこそね自分なんかあの夜ぐらいまでねかけてたりするんですけども、それに比べるとやっぱねちょっと幾分かね濃いめのチューニングがなされているなっていうね。この表面をミラーコーティングしていて、でちょっと濃いめのねブルーで、コーティングしているから、ちょっと日中のギラつきが強い時間帯なんかでも、すごい見やすいよっていうね、こういった第2弾モデルになるんですね。で、まあ、こうやって見るとちょっとだいぶね変わったななんていう風に思うんですけど、例えばこれほら裏側から見るとどうでしょうか。ちょっと分かりやすいんじゃないかなと思って、大元で使っているこのレンズ濃度っていうのは多分ほぼこれ変わってないんじゃないかなと思うんですよね。ただこの表面のコーティングをチューニングすることによって、こっちの方がよりハイライトな状況のギラつきをカットしやすくなっているね。これはまあこういう表面のコーティングとかもちょっとまあプライムタイムスペシャルね、スペシャル調合の状態になっているんですけども、デイタイムスペシャルはこの表面がちょっと濃いめで、より日中なんかの釣りにも使いやすくチューニングされているっていうね。ただまあこの裏から見るとね、そんなに大元の濃度っていうのは変わってないのかな。なんとも言えない、こう、自分ね普段はあのねタレックスのねサングラスなんか使ってるんですけども、イーズグリーンにね近いような感じの、本当これはまあちょっと濃く見えますけど、なんかね本当こっち1年使ってねすごい使いやすくて、まあ、結局もう最近ね、通常はタレックスに、土入りにしたですね、自分専用に作った偏光グラスをかけてるんですけども、最近まあこの、プライムタイムスペシャルをですね、通常かけているメガネにオーバーグラスみたいな感じでかけてね、それで全然、釣り快適にできちゃうんで、そんな感じでやっているんですけども、まあ、これも多分ねもうすごいそのものズバリで使いやすいんじゃないかなっていうね、はい、ポイントとしてはね、これフレームは変わっていないんですよね。このプライムタイムスペシャルもデイタイムスペシャルも同じですね、フレームでできているから、こっちのプライムタイムスペシャルすごい便利に使えてるよなんていう人にもすごいすんなりとね買いやすいんじゃないかなって。でこの形のフレームっていうのがダンシエディーズではもうね通常ラインナップではなんかないみたいなんですよね。ほんとねかけていて、疲れないのと軽いのと、まああとなんていうんですかね、どんな人がかけてもかっちょよく見えるっていうね、そんな感じのデザインなんで、あのラインスラックの行った時にね小倉さんがこれね早速かけてたんですけども、まあいかちい感じのかっこいいおじさんみたいな感じになっていたんで、女性なんかがかけてもね全然、似合うと思いますし、あでここにね、ダンシエディーズとラインスラックだよっていうねロゴが入っていて、で内側でプライムタイムスペシャルと、デイタイムスペシャルってこうね、名前が見分けられるようになっていたりとかね、こういう感じになってるんですね。いやーまあ何にしてもねこれ、どんな感じの見え方なのかなっていうね、小倉さんかなりね、ずっとテストでいろんなね、配合の、色合いですね、このどういう表面加工にして大元はどうしたらいいのかとかね、ずっとね、悩まれてね広報、テストを繰り返していたっていうのをね知っているので、早速ねこの完成品の
デイタイムスペシャルかけられるのが楽しみであります。まあちょっとどうだろう、見え方の方もね撮影できたらね、お付けしておきたいと思いますので、偏光グラスってこんな感じなんだってね、これからの、ハイシーズンで朝場にね、バスがいて、まあサイトフィッシングするとかね、そういう時とかもこの偏光なしではなかなかね、成立しなかったりするので、ただあんまりねお金はかけたくないんだよね。でもちゃんとした比較的かっこよくて、安くてしっかりした偏光グラスが欲しいなんていう人にはもうねとてもうってつけのモデルじゃないかななんていうふうに思います。はい、というわけでね、つらつらと語ってきましたけども、6月1日からですね、LINE スラック、さんの取り扱い店もしくは LINE スラックで、買うことができる、気になっている人は LINE スラックのホームページなんか見るとね、メールオーダーのねページがあったりするので、そこから、1個欲しいですみたいな感じでね、問い合わせてみると確実なんじゃないかなと思います。数はどれぐらい作ったんですかなんてね、聞いてゴニョ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 っていう感じでね教えてくれたんですけども、案外俺すぐ売り切れちゃうんじゃないかなっていうね、なんというか、まあそんな感じの数時間だったんで、あれ気になってたんだけどなんていうタイミングではもう売り切れちゃってるかもしれないので、ちょっとね気になる人はね、あとはまあ2万円も3万円も偏光グラスにはかけたくないんだよな、でもかっこよく攻めたいなっていう人はね、これトップウォータープラッガーに限らずね、どんな人でもねおすすめのモデルだと思いますので、デイタイムスペシャルぜひチェックしてみてください。はい、というわけで、本日の釣り子 TV は、こちら、LINE スラックからね新しく登場した、これはですねダンシェイディーズさんと LINE スラックの、コラボモデルになります、デイタイムスペシャル、これを開封してみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。